おはようございます。西戸渉です、えー。5月12日金曜日いかがお過ごしでしょうか前日収録しております。先ほどね、えー、パワーショット V10 の発表会から戻ってまいりまして、えー、メインチャンネルの方には早速、えー、ハンズオンの模様を触った感じとか、ファーストインプレッションですよね、の部分を動画にして昨日配信させていただきましたが、まあ、若干まだ話したいない部分とかっていうところもありますので、今日はこの、まあ、 まあその後半戦じゃないですけれども今日のサブチャンネルで、えー、パワーショット V10 をもうちょっと語りたいっていうところで動画に動画撮ってみようかなと思っておりますまず値段ですね今回ねキャノンのオンラインショップ価格で、えー、59950要は6万円なのでおそらくは、えー、マップカメラ北村などの量販店で僕らが実際に支払う金額っていうのはここから1割引けばいいはずなので、まあ、多分54000円ぐらい で、購入できるアイテムなのではないか。まあ、ZV-1F っていくらなんでしょうね。まあ、とにかく、まあ、ZV-1F よりも安く作ってきつつ、で、本当に、何て言うんだろうな、カメラじゃない形、スマホっぽく撮れるように。 もう形もね、こうやってピッてここで押せば映るみたいな感じになってましたので、自撮りだけじゃなくね、こう、外側だったとしても手を回り込ませて、人差し指でピッて押せば収録が開始できるとか、多分、あの、液晶のタッチパネルでも収録が開始できたので、 その辺がね、全部こう親指で操作できるような、片手で全て操作が完結できるようなね、ユーザーインターフェースになってたっていうのは面白いのかなと思います。あと手ブれに関しては、手ぶれ補正今日まで入れると、おそらくは1 9ミ、mm、リでスタートしているんですけども、それが2 6ミ、mm、リぐらいかな、2 7ミ、mm、リ1.5倍弱になりそうな予感だったので、 若干、まあ普通にたどりっていうかね、現地を取っていくには2 8、mm、のまあ別に問題ないので、歩き動画とか歩きながらガツガツ行くっていう時は意外と手ブれ補正強入れててもありかなっていうのは僕は思いました。で自撮りとかをする際にはまあ丁寧に持ちつつ、えー、手ブれ補正入り。で、多分ね、えっ、ー、と19、mm、1 9ミリの1.1か1.2倍ぐらいで、おそらく2 0 1, 1ミリ2ミリぐらいいででで自撮りできるんんじゃないかなかと思うんですよねこの辺がまあ一つ運用のハックかなというふうには思ってます。ですがまあ正直 v l o g c でねワンアクションパッと押して撮るだけのもので考えるといちいち手ぶれ補正も切り替えるのめんどくさいので僕だったらどうするかな。もしかしたらですが、えっと、手ぶれ補正も常に強で入れておいて多少ねワイドのアングルは捨てて そのままもうむししろガガツガツこうやってぶん回して撮っててていくと皆さんもそうですけどスマホで撮るってなった時になんかあんま意識しないですよねなんかこうやって僕ガンガン撮るんですけど、えー、iPhone とか、まあ、GoPro とかもそうですけどももうこうやって GoPro とかはもうそうですよ僕大体こうやって持ってもう撮っちゃってますからねこうやってねこんな感じでバーってまあとにかくとんでもないスムース機能ですよ、まあ、iPhone も近いですよねもう本当にブレないあのまあグニャグニャしないというかねこの辺の 読み出し速度。もちろんセンサーも小さいというメリットはね、ありますが、今回、このパワーショット V10 は1インチのセンサーを入れてきたっていうところでね、映りに関しては、えっ、ー、と、まあ、相当良さそうですね。AF はコントラスト AF っていうところもありまして、若干ね、ちょっと AF がもしかしたら弱いかなっていうところは、まあソニーなどと比べるとね、その辺の差はあるかもしれないんですけれども、 まあ必要にして十分かなっていうところもあるのかなっていうところでこの辺はまあどうなることやあ実際に使ってみてまあ運用してみてってところですかねなのでまあこの辺はおいおいっていう形はなると思うんですがただ今後のロードマップこのパワーショット V シリーズっていうところが今回 V10 できてとにかくお手軽にっていうところで来ましたよね。 例えばですけども、えー、G7XM3 とかのコンデジありますよね1インチコンデジこの辺が逆にと例えばパワーショット V5V75V の V15710 みたいな、まあの R, R シリーズも R10 がある意味一番まあもちろんですがえっ、ー、と今だと R50 が出たかで R10 がありっていうところでまあヒエラルキーが ついてますけれども、なんでこれからパワーショット V シリーズも1七7、5、1みたいな感じで、あの、どん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 こう、あの v ログカム、ムービーメインだけど写真も撮れるよみたいな形で、今回は <laughs> V10 に関しては、えー、もう JPEG しか撮れない。まあ、要はキャプチャーですよね。絵のね、キャプチャーなんですけれども。ですが今後は、えっ、ー、とまあ、ムービーがメインだけど、 いざとなったら写真普通にいい感じで撮れるよって、ローも撮れるよみたいな、えー、パワーショットの V シリーズで、実は写真もおまけ機能としてつけてきてるけど、実はローが撮れますとか、あの ZV-1 とかもそうですよね。実はあの、RX100 Mark 5をまるっと V ローキに置き換えてきてるような機種だったりするので、この辺が意外と、今後僕はパワーショットの V10 が今回出ま、出て、まあ本当にオールラウンドって、 っていうかまあ、とにかくほぼ何もできないぐらいの感じなんですよ。まあ、ペットをして。ただ、マイクのとかもね、大変しついたりするから、多分外出しのマイクもできると思うんですよね。で、今回オートで撮りましたけれども、マニュアルとかの設定もあったので、普段どりのこの今 R3 で撮ってるような、えっ、ー、と、マイクをね、外付けマイクにして、マニュアルで撮っておいて、例えば、ワイヤレス号とかもつけて撮ることも、まあ、 どこにマウントするかっていう問題はあれどもできなくはないと思うんですよね。例えば下に四分の1ネジ、4分の1ネジ穴が切ったので、そこをうまく利用して、何かこう、マイクマウントみたいな、えー、コールドシューみたいなのをそこでつけちゃうとかね。そういうふうにすれば、意外といけなくはないのかなと。あとはまあ、今後ね、スモールリーグとの連携みたいな話も、これはまあ、あの、大ーピらにはないですけれども、ふわっと出てきてるんですよね。まあ、 まあ、ほぼ決定だと思うんですけれども、場合によってはこのモフモフの部分が今回、えー、キャノンのパワーショット V10 は付き、ついてこないんですけれども、そこにモフモフを付ける。要は、ZV-1 とか、ZV-1F とか、ZV-E-1 とかっていうね、もうソニーといえばあのモフモフですよね。あれを、要はサードパーティーで。要は、ニコンとかが Z30 で、 これですよまあこっちで応用してるんですけども Z 3 0用のこのモフモフをスモールリーグに委託して作ってきてますよねこれこれをキヤノンも、えー、もう自社ではあえてねこれスモールリーグですっていうふうにはやんないかもしれないですけども水面下ではまあスモールリーグさんに作っていただきやすみたいなそっちにまかお任せしますみたいなね、えー、まあ形になるのではないかっていうお話もあるのでちょっとね今後のこの、まあ、まあサードパーティーっていいますか中華メーカーの こうどういう風にこの V10 をうまくハックしていくかみたいなマイク端子はついてるから本当外部マイクの出力とかも面白いと思うんですよね4分の1ネジ穴をうまく利用するとかどっか車でマウントをうまくねはめてっていうねなのでこの辺が結構楽しみかなっていう風には思ってますねなのでこうまああとは純粋にこのパワーショット V10 がちゃんと売れてある程度数でないと そのサードパーティーっていうか別のそういうパーツの部分もね、アクセサリー類も増えていかないんですよね。なぜ iPhone がめっちゃいいかっていうと、まあ、やっぱみんな爆売れしてる、世界的に爆売れしてるおかげで iPhone が出ると同時に iPhone をより便利に使うための、まあ、リグだけでなくいろんなアクセサリー類って出てきますよね。なんでこれが <laughs>、この形も世代交代も大きさもどん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 進化変化していく 例えば、アンドロイドフォン関係だと、なかなかアクセサリーが充実しないっていうところのデメリットっていうのは絶対的にありますよね。この GoPro だってそうですけども、GoPro が企画したここのマウントなどもそうですが、これがあるおかげで、いろんなマウントが、いろんな用途が使えますよね。吸盤で、ここにくっつけて、車載マウントにするとか、なんかいろいろな使い方ここにこにガチャッとつけられるようになったりとか、 なのでそういった企画が要はある程度 GoPro っていうめちゃくちゃ有名で数が出ているアクションカムだからこそできるやっぱ数がある程度出ないとアクセサリーも充実してこないですしユーザー側もそのいろんなハックした使い方の恩恵も受けにくいということで是非ともまずはこのパワーショット V10 っていうのがまずはある程度数売れてほしいですよねその上でいろんなアクセサリーメーカーが V10 用のいろんなアクセサリーを使って 作ることによって、うわ、めっちゃ便利な使い方あるじゃんとか、まあ僕もそうですけれども、あの、日常シリーズ、あの、僕とライカーとかありますよね。ここに大体普段はこんな感じでマウントしてるんですけれども、こんな感じでマウントして、えー、一人称、僕が撮影しているところをムービーで記録しながら、 縦位置も取りながら取っていってるんですが、これをパワーショット V10 に差し替えてもいいかなぐらいな感じなんですよね。まあ、あのパワーショット V10 も 200g ぐらいですから、ちょっと大きくはなりますけれども、言うてもマイクめっちゃ性能いいし、パワーショット V10 はね。で、1日のセンサー入ってるってところで、絵作り、マイクはもう絶対に GoPro より上なんですよね。<laughs> まあ、あとは、しっちゅうのであれば、そのさっき言ったこのアクションカムほどの 手ぶれ補正と言いますかどんだけ乱雑に撮ってもちゃんと絵が撮れている安心感みたいなねこの辺はさすがにこのアクションカムもうこれとか GoPro とか11枚出てますからねこれにはまだまだかなわない部分もあると思うのである意味ではキヤノンがいよいよこの Vlog プラスちょっとアクションカムみたいなね要素もパワーアップして入れていければ今後もいいのかなとでもしくはある程度筐体も まあカメラっぽくコンデジっぽくしながらもグレードを上げていくようなね機能をいっぱい入れたえ例えばパワーショット V7 とか V5V1 とかっていうこうまたね V シリーズのヒエラルキーがえーできていっても面白いのかなとまあ1-1もう一応ね APS-C は1がありますよねなのでパワーショットもなのでこの APS-C のパワーショット V シリーズは1は APS-C フォーマットにしてみるとかこういった今後 コンデジは作らないけど、ソニーもそうですよね。RX100 シリーズは7で打ち止めになっていて、どんどん ZV シリーズの方で展開し始めているっていう。なので、キャノンももしかしたらですが、えっ、ー、と、えっ、ー、と2、G5XM2、G7XM3 みたいなところを全部この V シリーズに置き換えていくってね。V7、V5 っていうふうに置き換えていく可能性もロードマップとしてはあり得るのかなーっていうふうに今回ね、この V10 の発表によって、えー、思った考えた次第でございますまあ実際実機でねもうちょっと撮ってみたいなっていうのありました手ブレ補正とのいい絶妙なバランスをハックしながらこういう使い方だとこの設定みたいなところ気持ちいいところを追い込めればマイクの性能が非常に全、えー、方位マイクのみなんですけどめちゃくちゃ優秀でとなるとほんと録画ボタンさえ押しとけばほんと手軽にまあほんと iPhone みたいな気持ちで 撮ることがでできそうなな予感なんですよね iPhone も悪くはないですがやっぱりマイク性能は後でちょっと補正かけてあげないと厳しいかなっていう部分もあったりするので今回の、えー、キヤノンの、えー、パ e ー s h ット V10 に関してはほとんどマイクの音声を削り、えー、出したメインチャンネルはいじってないんですよねわざといじらなかったんですよそれでも相当聞きやすく撮れてましたからね是非メインチャンネルの方のねパワーショット V10 のハンズオンの模様も ご覧いただけたらと思いますけれどもまあ5万円台でこの製品っていうところは逆にキヤノンも戦略的価格になってるかなと思いますワンもうワンプッシュだけでやっぱ音声がきっちり取れてないと映像ってほぼやっぱり Vlog 特に Vlog なんですけど見てらんないんですよねあのノイズになっちゃって耳障りになってしまうと長時間、えー、視聴できないんですよねなのでこの辺の音声が安定しているっていうところは非常に いいいかなっっていうととところとあとやっぱり風切り音対策っていうのは、まあ、言うてもやっぱりもふもふつけないと風防つけないとさすがに厳しいところあると思うのでその辺はサードパーティー制で埋めるとの、えー、噂もあるのでその辺に期待したいなっていうふうに思った手話でございます。と <laughs> いうところで今日も塚倉のお過ごしください。<laughs> どうも